こんだけスタミナ減ってると回復しないんだよね。はい、あーだったー。まあスタミナ自分で回復しておいたのはよかったけど、寝ちゃったな。この3人が数多いな。スライム、どうしよう。逃げるって手もあるよね。まあどうしよう。戦って、まあそんなにピンチでもないか。とりあえずアポロは呪文でなんかできるだけ有利な状態にしておかないと。空気は効かないでしょ。ああスリープぐらいしかないか。スリープをちょっと使ってこの辺を動きを封じて。攻撃呪文もない、もうないよね。あブレイズがあるか。まあでもブレイズで防御を高めとこう。フェアリーの方はそうね、呪文マジックミサイルパワーレベル3で倒せるかな。とおそらく一番先頭の列にいるのがアシッドスライムで、2列目の予想はポイズンスライムなんだよね。今フェアリーが倒したやつね。スリープよく効きます。3体とも眠らしましたね、戦略としては間違いなかったって感じだね。ドワーフが目覚めました。これはちょっと順番が入れ替わると誰が誰だか分かんなくなるね。あポイズンスライム、これが多分かなり弱ってんだよね。これは眠ってる状態で、あとのスライムは多分雑魚だと思うので、ドワーフね。なんか自分はそうだ、ブレイズがある。ブレイズを使おう。ブレイズでこの5体を攻撃。アポールは隠れたいところだけど、それよりも攻撃優先でアシッドスプラッシュパワーレベル2でポイズンスライムを確実に倒して、エルフ呪文、あれエルフ、エルフちょっとやることなくなっちゃったな。呪文なんかないかな。無理に呪文を使いまくる必要もないので攻撃でいいかな。攻撃でとりあえずこれでスライムを攻撃して、でフェアリーがファイアーボールにしとこうか。待てよ、アイスボールの方がいいかな。アイスボールのパワーレベル2でこの一番後ろのね6体の、え、ブレイズ効かないの？うわぁ。効かん。あ、ちょっとなんか誤算だな。やばい。アイスボールでおそらくスライムは倒しきれるんじゃないかな。あ、倒せない。2体残ったのか。5体中3体倒し、ポイズンスライムは倒しました。倒せない。まあまあいいや、ドラゴンが目覚めてもらわないとね。このね少ないダメージでも結構蓄積すると後々響くんだよね。回復の手段が少ないので、なのでトウモロコシでもねバカにならないんだよね意外と。これ眠ってるでしょ。でこれは全然ダメージ受けてないのね。この辺は多少受けてるけれどもあんまり
ダメージを受けてないような状態だよね。まあフォアルウィンドは多分効かないから普通に攻撃していくしかないか。アポロの方は隠れましょう。デルフ呪文はプレイズが、プレイズを使っちゃえ。プレイズをパワーレベル2でこいつにかけるでしょ。でムークは攻撃や。でフェアリーがエナジーブラストにしとこうかな。パワーレベル2で足りるんじゃないかな。戦闘開始。フォロワー隠れてエルフブレイズでスライム命中。ブレイズもね半々ぐらいだよね多分ね。3体倒せればいい方。どうだ。ああ倒せない。2体だった。エナジーブラストで誤算だ、倒せなかった。モーニングスターで倒してくれました。ドワフが。ムークも行け行け。行かないか。お、ドワフ集中攻撃を受けてます。ちょっとこのスミッティのこの何レストラン、モンスター多すぎるよなんでこんなモンスターがいるんだよ。さてこのアシットスライムはほとんどダメージ受けてないんだよね。でこれとこれがどの程度受けてるかがよくわからないんだけれど、とりあえずじゃあまあこっちのスライム系に攻撃して、ちょっとスライムいっとくか。で動きをできるだけ封じておきたいのでテラーをかけて、あーマジックポイントがなくなってきてる。しょうがない。ここは早めに蹴りをつけたいので、あファイアーボールにしとくかな。どうだこれで。まあファイアーボール1回で倒せるとは思ってないよもちろん。エルフがテラを唱えて効き目なし、効き目なし。1体ぐらい効いてくれよ。よし強行をきたした。アポロがステーブンされた体不意をついてスライム、アシットスライム1体倒しました。ムークのブレイズで、あーこれは無駄打ちだった。ブレス来た。ダメージ10のダメージでかい。ドワーフの攻撃は貫通しない。ドラゴンカットラスト振りついてスライムか。アシットスライムに攻撃しとくべきだったかな。やばい、ドワーフがやばい。アシットスライム怯えております。そろそろドワーフが回復しないとやばそうな感じですね。じゃあちょっとアシットスプラッシュ、アシットスライムの方を集中的に倒していきたいですね。でドワーフは自分で回復してアシットスライム、あっちは攻撃、普通のスライム攻撃しちゃおう。待てよ、攻撃よりは呪文の方がいいか。あーヒールウンズの呪文がなくなってきてんだ。これやめとくかな。呪文はセーブして倒そうを優先しちゃおう。で呪文エナジーブラスト効くかな。これでどうだ。あっムークの攻撃外れだ。
これでスライムはいったでしょ。スライムが倒して、あとアシッドスライムがどれだけいけるか。お、ドラゴンの攻撃でアシッドスライム1体倒しました。続いてアポロの攻撃、当たれ。あー、貫通しない。ドワーフはまあある程度回復したので大丈夫そうです。今度アポロがピンチになってまいりました。さっきから、ね、少ないダメージをね地味に受けてるんだけど、おかげで半分近くヒットポイントが減っております。あとはこの攻撃はこれでアシッドスライムを倒せるでしょ。回復はもしなくて大丈夫じゃないかな。攻撃だけでいけそうな気がするんだけれど、そうか、全然当たらなかったんだよね。エンチャンテッドブレードとかかけてないからかな。もう最後はね余裕だと思うので隠れましょう。ドワーフスライム倒しました。アシッドスライムが来た。やばいやばい。おっ、ドワーフ毒に侵された。やばい、ここの採掘場では毒の回復はできないんだよね。あそこの回復の泉で回復したっけ。毒は城まで戻らないと毒の回復はできないんだよね、まあ、キュアポイズン、あーわーわーわー、毒とかそれ以前にやられる。ヒットポイントがやばい。今度はドワーフを殺してしまうことになる。やばいぞ。ドワーフはちょっとどうする。キュアポイズンは持ってない。じゃあとりあえず回復が優先だね。ヒールウンズ、まあいや、目いっぱい使おう、できるだけ。キュアポイズンないよね。キュアパラリスはあるけど、でやっぱりちょっと死んではまずいので、ちょっとねヒットポイント、あスライム、ヒットポイント回復優先。誰かキュアポイズン持ってたよ。あった、キュアポイズンを戦闘中にやってはあんまり意味はないと思うけどね。とりあえずドワーフがないか。攻撃呪文、フェアリーはどうしようか。攻撃にいいか。さあ誰が倒してくれる。よし、これでドワーフは多分生き延びることはできると思うけど、よし、フェアリーの攻撃で倒しました。あとは毒をいかに回復するかだけれども、さあちょっとレビュー、エルフ呪文、キュアポイズンをこれで2回目だね。少しずつ使っていきますよ。ドワーフ回復してないか。呪文パワーレベル3で打つことになる。キュアポイズンをこれ最後だね。あ、回復した、よかった。それでレビュー、じゃあさっきの、待てよ、ドラゴンがヒールウーンズを持ってるはずなので、これをモッドヒールからいこうかな。モッドヒールをアポロに使うでしょ。で塩をもう一個使っちゃえ。もうここで休息を取るのは本当危険だからね。できるだけ回復アイテムを使っていかないと。トウモロコシもっと買っとくべきかな。これはいざという時にやばそう。回復
アイテム持っててよかったって感じだよ。もうこれ以上は使わない方がいいから、うん、じゃあ普通に休息を取って明日回復しましょう。もう出てこないでほしいけど、なんかスミッティの部屋はなんかモンスターうよよ出てくるんだけど、なんとかしてちょうだい。よし、とりあえずスタミナ回復したし、あでもヒットポイント気になるけど大丈夫でしょ。念のために、うん、そうね、アーマープレートとか唱えて、あまあいいか、ちょっとドワーフエンチャント、もうちょっと強めに使った方がいいのかもしれないけどね。で方角を知るための呪文ね。あ結構この知能系マジックポイントはいっぱいあるね。あ、アーマーシールドじゃなくて呪文ディレクションね、ディレクションをいっぱいあるので、まあ多少ね、これで方角を見ながら進んでいきたいと思います。